どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、パパテラです。2023年の12月5日は日本時間午前8時頃から予定外のロックスター公式からの GTA 6のトレーラー一発目が急遽発表され、そして一日中いろんな記録が叩き出されました。それは YouTube で過去最高と言われる一瞬で再生数を記録マークするという、まあ、いろんなね、著名人からのね、まあ、コメントもあったりだとか、または、さらに23時頃にはこのニュースワイヤーというね、もともとはこの12月5日23時に発表予定だったんですよね。で、ロックスターのホームページのこちらのページですね、ここも同時に、まあ、発表される予定でしたけれども、まあ、予定外の、映像流出などもあり、まあ、ロックスターが読めず先にね流出してしまったということで、こちらが本物ですよと、まあ15時間も早く公開することになったそうです。そして、ニュースワイヤー公式のこちらのページなんですけれども、中を見るとですね、まず1分31秒の YouTube でのこのトレーラーですね、現在再生回数がまあ1日とちょっと経ってますので、1億回いきそうな感じですかね。この動画が投稿された時点でもしかしたら1億回を超えてるかもしれません、まあ、とにかくハイスピードで再生数を叩き出しております。そしてこちらの、ニュースワイヤー、要するにロックスター公式からのお知らせで大きな衝撃が、まあ皆さんの方にね、言ってると思うんですけれども、まずですね、グランドセフトオート6トレーラー1を今すぐ視聴しようということで、舞台などが書かれていますけれども、ここすごく気になるところですね。GTA 6の、舞台はレオナイダ州というところ、そしてネオンの眩しいバイスシティの街をはじめとする広大な世界で、グランドセフトオートシリーズ最大級に進化した規模と没入感を楽しもう。一番重要なのはここ。2025年に PlayStation 5 と Xbox シリーズ XS に登場予定となっています。まあ、これどういうことかと言いますと、現時点でロックスターの公式から発表できている内容としてはですね、PlayStation 5 とXbox シリーズ XS の次世代機と呼ばれているものだけの発表が今は決定しています。PC 版はっていう声多分すごく今と多いと思うんです。これははっきり言ってわからない状態です。発売するとも言ってないし、発売しないとも言ってないし、わからない状態です。そして、希望というかその望みが薄いのはやっぱり PS4 とか、Xbox One とか、旧世代機と呼ばれるコンソールですね。まあ、これはかなり厳しいんじゃないかなと思います。気になるのは PC 版です。PC 版ってもう幅広くて、持っている人が、どんなスペックを持ってるかによって、まあ、次世代機にも対応できそうなレベルのね、パソコンを持ってる人もいるし、ものすごく、何年も前のやつで、ギリギリなんとか GTA オンラインをプレイしてるっていう人もいると思うんです。その差は激しいと思うんで、まあ、どれだけのスペックが必要でっていう部分もあるのを加味して、 PC 版はちょっとまだね発表が遅いのかもしれないし、ちょっとわからないっていうところです。要するに発売するとも発売しないとも言ってないっていう風にね、まあ今のところはコンソールのみとなってますので、まあおそらく、今 PlayStation 5 もう街で普通に売ってます。これを機に買おうかなって声も多いです。ただ発売は2025年でまだ1年以上ねありますので、急ぐ必要はないと思うんですけど、まあ今のうちに GT オンラインの拡張版としてね、まあオンラインもね、PS5 とか Xbox シリーズってもう PS4 とか PC 版と違いますので、この冬のアップデートでさらに差が開きますので、まあそういった意味で、GT6 が発売まで、GT オンラインをね、まあ次世代機として楽しむっていうんだったら、パパテラ的におすすめは、PS5 かなと思います。まあこれ一つのね、今悩んでる人の参考にしてもらえばいいなと思います。というわけで今回は、GTA 6は次世代機限定で今のところ発売予定となっているという公式の発表
そしてここからは、トレーラーの中に出ていた面白映像とか、これリアルでこんな風にあるらしいよとか、または、いろんな著名人がこうやって今回ね反応してましたよとか、実はこんなとこ登場してましたよとか、こんな記録を叩き出してましたよっていうところをこの後ね、まとめの動画としてね、お知らせしますので、まあちょっとね、参考にしてもらえばいいなと思います。ではまず1枚目ですね。こちらが、ロックスター公式から、出てきたトレーラー一発目のサムネイルのちょっとね文字とかを取り除いたバージョンの加工ですね。でこれはバイスシティの街並みとか色味をね表現してると思うんですけど、じゃあ過去の作品バイスシティってどんなのというと、こういった街並みです。まあ、基本的にネオン街、いろんなね鮮やかなねピンクとか水色とかが基本的に多くて、でちょっと夜薄暗い感じ、そしてビーチ沿いのまあホテルとかそういった感じの前に車がずらずら並んでるよっていうのがバイスシティっていう感じなんですね。で特にこの、公式のトレーラーの中にもね車たくさんブワーッと出てるシーンとかにありましたけれども、まあ、おそらくこの通りだろうと、この通りが、まあ、一番メインになってくるのかなと思います。これね過去の、バイスシティリメイク版っていうのが、まあ、去年一昨年あたりにね、PS5 で出てますので、それをねプレイした時の映像の一部となっています。でパッケージがこんなになるんじゃないかとか、これファンメイドですけど、こんなになるんじゃないかとか、こんな風になるんじゃないかとか、PS5 版だったらこういうパッケージかなとか、まあ、Xbox シリーズだったらこうかなみたいなファンメイドがすでに作られています。ではこちらですね。ロックスターの、このトレーラーが、まあ24時間で、その世界的、ナンバーワン登録者を誇るミスタービーストの動画を、まあ一気にね、まあ超えたよみたいな。で、それに対して本人、ミスタービーストが、こういったコメントも残しています。まあ、GTA6 のトレーラーはもう24時間の記録をね、まあ更新したと、めちゃくちゃすごいっていう風にね、まあ、称えてるという感じでしょうかね。で、まだまだ再生数はガンガン伸びまくってますので一直下行きそうですね。そしてこちらミュージシャンのトムペティさんですね。まあ、彼はいろいろな他のね作品にも出てるようですけれども、ここにねトレーラーの一部にね私ちょっと出てますよみたいな、でこれファンメイドになりますけど、トレバーの SNS こうじゃないのみたいな、まあバイスシティとかね新作に対してこの3人からのメッセージみたいなファンメイドもこのように作られていると、ちょっと面白いですね。まあ SNS でロスサントスとつながるのかどうか。そしてこちら、ちょっとねまあ問題になってるというか、まあ必ずしも目立つものに対してはアンチみたいなのがねつきものとは思うんですけれども、まあ GTA6 に対してまあちょっとね、まあちょっとセクシャルな問題じゃないかとかってもうすぐ問題にする人もいたりとか、このようにねいろんな動物が出るよってまとめてくれてる人もいます。そして、リアルなビーチが、上ですか下ですか、これ下ですね。もうほぼ一緒に見えてわからないんですよ。それぐらいリアル、上がゲーム下がリアルですね。でこちら、これは上がバイスシティ過去作品のもので、下が、今回の新しいバイスシティですね。まあ何十年も経ってますので、こんだけ綺麗にゲームはね進化していると。でこちらですね、まあ映像の中にもありましたけど、実際にいる人がこのようにゲーム内に出てくると、まあ話題になった SNS ですね。これも盗撮の男が、左がリアル右がゲームですからね。そしてまだまだいろんな登場人物あります。車のボンネットの上っていうか屋根の上でねこんなことをやった人も実はいたそうです。そしてトンカチおばさん、これも有名な SNS の方だそうで、まあ髪型とかは若干違いますけれども、トンカチ間違いなく同じも持ってますね。まあ日本でもこんな人がいたら怖いですね。こういった SNS のちょっと変わった人たちっていうのをもう、GTA6 は取り上げて、ゲーム内に登場させてしまうという、まあすごいですよね。それもやっぱ GTA らしいっていうところでしょうか。で、現在これちょうど1日経つぐらいの時に、8900万回、要はもうほぼ9000万回で急上昇ランキングずっとマークしており、これチャンネル登録者も700何万人だったのがもういつの間にか959万人になっていて、そこから2時間でさらにこんだけ増えてるよと、まあ1億回ね目前ということで、この動画が出る頃には1億回いってる可能性あります。
これからも記録をどんどん叩き出し続けるであろう、もう GTA6 発売前から大注目されています。まあ、引き続き新しいね、情報とか何か発見とかありましたら、ぜひコメントとか、こちらもね、それをまとめて皆さんと情報共有していきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録と、高評価ボタンよろしくお願いします。Smoke weed every day.